野村証券。野村証券株式会社、野村仕様券は、東京都中央区日本橋一丁目、日本橋本社、本店に本拠を構える、野村ホールディングス傘下の子会社で、証券会社、野村グループの証券業務における、中核会社である。歴史を通じて、債券取引を強みに経営を拡大してきた、オイルショック以来の多国籍企業である。 元々の村銀行、旧大和銀行、原理ソナ銀行の一部門であったため、大和銀行とのつながりが想像されるが、旧三和銀行、後の UFJ 銀行、現、三菱 UFJ 銀行や日本生命、同じく旧三和銀行との係りが強いとのつながりが、強く、旧東洋新宅銀行、後の UFJ 新宅銀行、現、三菱 UFJ 新宅銀行は、三和銀行、 神戸銀行、現、三井住友銀行と共に設立した会社であった。また、近年では、三家の旧国際証券、後の三菱証券、現、三菱 UFJ 証券ホールディングスを、証券部門の強化を目指していた、旧三菱東京フィナンシャルグループ、現、三菱 UFJ フィナンシャルグループに売却したということもあった。さらには、 現在は高島屋の完全子会社となっている、東新開発の設立に、高島屋のほかに、日本生命や同社が、合弁設立に関わったり、東洋情報システム、現、ティスや、緑会など、三和グループ関係の共同事業へ参画することも、多かった。世界金融危機で急した、リーマンブラザーズの買収に参加、シャドウバンキングシステムを継承した。 欧州事業は野村の収益源である。2017年3月から森田敏夫が代表執行役社長である。4月に元副社長の岩崎敏弘を投資信託協会の会長として送り出した。9月の日本郵政株を大和証券と共に売却額1.3兆円の過半を引き受けた。1918年、大正7年に野村財閥の二代目、 野村徳七によって設立された、大阪野村銀行、後の大和銀行、現、理想な銀行の証券部が独立し1925年、大正14年12月25日に、野村財閥の総司令部で、あ、野村合名の直系会社として創立された。資本金は500万円で、第一回払い込みとして250万が徴収され、10万株の、うち、 野村豪明が9万8千株を所有し、残りも特殊地個人の800株をはじめ、すべて野村一族、台湾東らによって出資された。本店は大阪市東区安土町2丁目、現在の大阪市中央区、元の同社大阪支店の所在地に置かれた。この時の初代社長は片岡男であった。野村証券は1920年代前半の 無担保社債時代に急成長を遂げていた。野村証券は、満州国経営のため発行される、日本国債の発行業務を担う8、大証券会社の一つであった。飯田製造、鹿児島県出身。1919年、東京帝国大学卒業。住友銀行から、独立が社長だった1941年、昭和16年に、 日本初の投資信託業務の認可を受け、第二次世界大戦の戦費をファイナンスした。1941年から終戦する1945年まで、野村証券は、投資市場の47%を取引した。1946年、昭和21年、東京に本社を移転した。1949年、昭和24年に、東京証券取引所正会員となる。 当時の社長は奥村綱夫。すでに投資顧問業務を拡大していた野村証券は昭和30年代の投資残高の急成長をもたらした池の中のメダカクジラになったなどと証券誌で評される。瀬川実が社長であった1961年、昭和36年に株式を東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所に上場し、 1965年、昭和40年に調査部を分離独立させて株式会社、野村総合研究所を設立している。1968年に社長となった北浦喜一郎は翌年に会社をアメリカン証券取引所のメンバーとすること成功した。オイルショックで野村証券は多くの外国株ファンドを立ち上げた。 1973年アムステルダムとフランクフルトに各支社を設けた野村ヨーロッパ NV 野村ヨーロッパ GMBH。公社債市場の膨張によって債券市場は1970年に比べ1975年は3倍に拡大し、この期間で野村証券の債券取引益は9倍となった。1978年からの社長である田淵節也は 1981年に会社をニューヨーク証券取引所の会員とすることに成功した。そして日本株を世界中の機関投資家に売り込んだ。キャピタルという自社開発のコンピュータシステムへ集積した情報をもとにファンドマネージャーがポートフォリオを組むようになった。1986年イングランド銀行が野村証券に銀行免許を交付した。 日英金融協議の結果であった。野村証券は1980年代半ばにダウケミカルと IBM のユーロ円債発行の幹事を務めた。田淵は日本経済新聞の私の履歴書で当時のことを解雇した。その後の公認社長に田淵義久が就任したため、同性の社長となり太田淵、小田園と言われている。1991年、平成3年には、 株取引に伴う損失補填問題により、当時の社長であった田淵義久が隕石辞任した。この時の調べで、野村証券は、石井隆史氏が、東急電鉄株を買い占める窓口となっていたとも、露見した。1997年、平成9年には、総会屋に対する利益共有事件により、田淵義久の後を継いだ、坂巻秀夫が隕石辞任した。 同年、総会や利益供与事件と、大倉省接待汚職事件により家宅捜索を受け、野村証券の元常務が、増収案容疑で逮捕される。国際決済機関クリアストリーム2000年度、講座リストによると、シーメンスは、ミュンヘンを本拠とする、匿名講座を持ち、野村証券と結びついていた。後に、野村は、ブレグジットをきっかけとして、フランクフルトを、 改めて拠点とする。2001年、平成13年、持ち株会社移行に伴い、野村証券と持ち株会社の野村ホールディングスに機能を分割。旧野村証券が野村ホールディングス、持ち株会社に衣返し、新たに旧野村証券が行っていた、証券、付帯業務を行う、事業会社、新、野村証券が設立され資産等の移転が行われた。 この頃日本経済は外国法人に帰還化されていった。リサーチ機能のインハウス化によるグループ経営の効率化を目的として野村総合研究所の持つ証券調査、市場調査などのリサーチ部門の一部を再編し、1997年、平成9年に金融研究所、現在の金融経済研究所を設置し、2004年、平成16年には、 野村ホールディングス参加の独立した法人として、野村資本市場研究所を設立した。2005年、平成17年12月25日で創業80年を迎え、2006年、平成18年4月1日より、連結グループ名称を野村証券グループから野村グループに変更した。近頃では以前撤退したところに再出展したり、 全ての店内 ATM をセブン銀行に委託したり、バックオフィス部門を簡略化したりした営業拠点、各都市に支店を出店するなど構成をかけている。また、文社全道一会社であったり、その銀行が主幹事を務める大委員会にも参加している。2007年、平成19年10月下旬、野村証券の販売してきた証券化商品が、 サブプライムローン危機器で値崩れし、売れ残りだけで巨額損失を計上したことが明らかとなった。11月、元野村ディーラーの坂中昭夫が、証券取引等監視委員会の強制捜査を受けた。12月27日、野村証券は、翌年4月からポートフォリオに資産担保証券を組み入れると発表した。2008年、 平成20年3月4日にサブプライムローン危機で一気に会社の若返り人事を発表。宇治江淳一、野村 HD 会長以降の野村を支えてきた経営陣が一線から引き、野村証券に執行役副会長のポストを世に置く新体制が発足。野村のトロイカ体制を築いてきた戸田博と稲野和俊のほか、副社長で投資銀行部門のヘッド、 柳谷隆と常務の白井勲がつくという体制となった。2008年、平成20年9月26日、サブプライムローン危機により破綻したリーマンブラザーズ以下、リーマンの欧州、中東部門を野村ホールディングスがわずか2ドルで買収したと日経新聞報じた。世界金融危機をヨーロッパに波及させたシャドーバンキングとして、 リーマンがアムステルダムに持っていた、証券化マシーンは、オランダ金融監督法、ウェット・アファット・フィネンジルと仕組との適用外とされていた。2008年10月6日には、欧州フィクスト・インカム部門において、リーマンの再建部門の元社員を、約150名雇用したと発表した。10月14日には、野村ホールディングスとして、グループ COO の柴田匠の指揮のもと、 リーマンのアジアパシフィック地域部門の雇用等の継承を完了したと発表した。リーマン、日本法人は野村証券が継承した。世界銀行の調査によるとアジア各国のシャドーバンキングもシステミックリスクを無視できない。なお、リーマンの北米事業は上記のプロセスでバークレイズが買収した。2008年平成20年10月16日に 同の村ホールディングス100%子会社で、ネット専業のジョインベスト証券には薬場通知が遅れるトラブルが発覚。数時間単位ではなく2日にも及ぶ遅延で、その間の10月16日には、日経平均株価が戦後2番目の下落率となったため、薬場通知が遅れた顧客の大半に損失が生じ、システムトラブルに対し顧客からの苦情が殺到した。 何より一度顧客に対し執行通知を出した後であったことが問題の根を深くしている。前代未聞の二日越しの遅延は証券関係者にとっても驚きで各新聞でも取り上げられた。金融庁も問題の調査に乗り出したとされる。12月26日、元社員らインサイダー事件で有罪判決東京地裁2009年 平成21年7月27日、連邦準備制度がプライマリーディーラーとして認可した。2010年、平成22年、前年から賄賂事件が問題化していたアイルランド銀行へ、野村証券が資本参加した。ウェルズ・ファーゴも翌年12月に参加。2014年からは欧州中央銀行が動向の再編を指揮する国際問題となる。 2011年、平成23年5月29日の新聞赤旗が報じたところによると、東日本大震災からの復興をめぐり、宮城県では村井義弘知事が、大企業が漁業権を獲得しやすくなる水産業復興特区が前を打ち上げていたが、宮城県復興の青写真作りは野村総研の全面バックアップで行われていた。事務局原案について、意見を出す県の 復興会には野村総研顧問や三菱総合研究所理事長らが委員定員の大部分を占めていた。2012年平成24年7月31日、インサイダー防止規制を守らない経営実態が追及されて行政処分を受けた金融商品取引法第51条に基づく業務改善命令。 機関投資家営業部署の職員が収益第一主義の営業体制等を同部署内に徹底したことにより同部署内における法令遵守意識を欠落させ公募増資案件に係る法人関係情報の管理が不徹底な状況を言っていた。機関投資家営業部署内でヘッジファンドを担当する職員は社内アナリストが知り得る公募増資に係る情報等を 聞き出そうと必要に接触を行い、公募増資案件に係る法人関係情報の積極的な取得を行っていた。こうして、渡辺健一グループ CEO、最高経営責任者と、柴田匠グループ COO、最高執行責任者が隕石辞任した。10月には、日本証券業協会が野村証券に対して、インサイダー取引の罰金として、 たるキン3億円を貸すことを発表した。2013年、平成25年1月31日、日経平均株価などの値動きに連動する仕組み債への投資で損害を受けたとして、大阪市のアパレル会社など2社が販売元であった野村証券に損害賠償を求めた訴訟、最高裁、第三小法廷、寺田一郎裁判長は、 野村証券側の上告を退けた。9月には、ユーロクリアと日本国債の流動化を日銀へ主張した。2014年、平成26年5月19日、上海陸各地橋集団などとの間で、中国での合弁会社の設立契約を締結したと発表した。2015年、平成27年4月6日、投資一人サービスとして、 ノムライス MA の取り扱いを開始。5月下旬、苦しい上場をきっかけとする株価操作疑惑が複数の媒体で報じられた。8月10日、金融市長調査部、チーフ財政アナリストにゴールドマンサックス証券の西川正宏氏を起用した。期間投資家など顧客向けにコメントの配信や助言業務を行う投資顧問業。4年ぶりの復帰となる。 2016年、平成28年5月頃から、親会社の経営不振と、レイオフが一部の媒体で報じられるようになった。6月、前、CFO の柏木茂介、柏木雄介の息子が、シュローダー社長へ就任した。7月8日、リーマンブラザーズ証券の民事再生手続きをめぐり、リーマンに対する債務を抱えた、野村信託銀行が債務を返済する際、 同じグループの野村証券が持つ債権と総裁勝利できるかどうか争われた訴訟の上告審判決が最高裁第二小法廷小野義信裁判長でなされた。同小法廷は同じグループの第三者との総裁は認めないとする初判断を示した。判決によるとリーマンは2008年9月に民事再生手続き開始決定を受け野村新託銀行に対し デリバティブ取引の生産金支払いを求めた。同行は、野村証券の再建と相殺するとして、支払いを拒んだ。2016年8月31日、野村アセットマネジメントは24年の歴史を持つ、投資信託の一種、MMF、マネーマネージメントファンドの運用召喚の上を得た。同日付の日本経済新聞が、マイナス金利で運用環境が悪化したと報じている。 その他、証券会社では、高木証券、杉村倉庫、丸八証券、大阪証券金融グループ、一吉証券、放送局では毎日放送、読売テレビとも親密であり、両社とも、野村ホールディングスが、大株主である。また、愛用投資顧問の浅川和彦は、野村帯の多いペインウェーバーへ入社している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。